ホットスポット列島の多くは、プレートの境界域に形成されており、この種の列島は東湖、または古城列島と呼ばれる。日本列島も東湖の一つである。ほとんどの東湖は火山フロントと呼ばれる前線帯に沿って火山を伴う。また、東湖の背面では、地殻が沈み海盆が形成される。東湖の形成過程はおよそ次の通りと考えられる。 プレートが海溝から沈み込んでいくと、ある一定の深度において、岩水鉱物が圧力のために分解する。その際放出された水が上部のウェッジマントルに付加することによりマントルの融点が下がり、マグマが生ずる。マグマは周囲のマントルに比べ軽いのでマントルダイアピルとして上昇し、近くマントル境界付近で停止する。このように次々と、 下部からマグマが近くの下部に底付けされるため近くは厚くなり、アイソスタシーの原理により、海溝に並行した線状の高まりが形成される。この高まり状のところどころでは、マグマが地表に噴出して火山となる。このように形成されたトーコの多くが古城をなすのは、背面側にセコカイボンが発達しているからであり、セコカイボンを持たないトーコは直線上である。 ホットスポットによる列島形成地球上にはカブマントル付近から熱い物質が上昇してくるホットスポットがあちこちに見られる。このホットスポットはハワイ天皇宮間列がその典型であり途中で折れ曲がりながら直線上に連なっている。ただしほとんどの島は海面下に沈んでいるため列島ではなく宮間列と呼ばれる。その他の列島の形成要因としては 侵食や堆積などがある。この場合、形成された島々が偶発的に列状となるため列島と呼称されるのであり、形成要因から見れば諸島と大きな差異はないことになる。列島は文字通り島が列状に、また同様に文化伝播の役割を担うこともある。柳田国をの提唱した会場の道は、 琉球列島を大陸からの文化回路として考えた代表的な例である。だ多,多数。太平洋プレート上北西南東に連なる島々の多くはホットスポットによる火山列島である。ありがとうございます。